マスター。はい。何か部長法がございましたでしょうか。この日替わりデザートのスイートなんとかというのは今日はやっているのか。いえ、本当は今日はやってないんですが、そのどうしてもとおっしゃるんでしたら特別にご用意を。無理なら無理と言ってくれればいい。出直す。ほら、葛西、特別にご用意って言ってくれてるじゃないですか。ここまで来てみっともない。あれ、やっぱりそうだ。ハロロン、レナさんじゃないですか。こんにちは。え、あ、しーちゃん。こんなとこで会うなんてびっくりです。あれ、お一人、ひょっとして誰かと待ち合わせ。お姉かな。いやいや、ひょっとしてケイちゃんかな。あの、しーちゃん。その連れの人は？ん？葛西のこと？まあ、私のボディーガードとか思っといてください。命の危険が迫ったら、葛西が守ってくれるんだよね。それがお望みでしたら、命に代えてでも。葛西、あと20も若かったらやばいかもだね。顔は怖いけど面白いやつです。こちらはね、リュウグウレナさん、お姉のお友達。葛西です、よろしく。葛西さん、さっきすれ違った人たちは知り合いですか？誰？私は全然あんなの見たことないけど。男は北条鉄平。ちょいと礼儀知らずのろくでなしです。女の人の方は？間宮里奈。源氏名だと思いました。確か、律子って名前だったかと。フラワーロードの店の一つで働いている従業員です。葛西さん、リナさんとその北条さんはどういう人たちなんですか？とても仲が良さそうに見えました。北条は確かリナとは深い仲かと。立ちの悪い連中ですので、関わり合いになられない方がいいと思います。どう立ちが悪いんですか？女の私生活には触れないのが仁義ってもんです。どう立ちが悪いんですか？それはご勘弁を。どう立ちが悪いんですか？葛西、意地悪しないで教えてあげなさいよ。興味本位で聞いてるわけじゃなさそうだしさ。ね、レナさん。あの二人は、たちの悪いろくでなしどもです。恐喝と博打で生計を立ててると聞いています。詐欺行為もやるって話で。
詐欺ってどんな？あいつらの詐欺ってのは、まあ何？結婚詐欺ってやつですか？要するに男の人に言い寄っていい感じになったところで相棒の男が乱入して、俺の女に何しやがるって金を巻き上げる古典的恐喝です。散々貢がされた挙句、根こそぎ巻き上げようっていうクズどもです。最近でかい相手を引っ掛けたらしいと噂になっています。じゃあ、そりゃどちら様か存じないけど気の毒なことで。でもまあ、鼻の下を伸ばした代償なわけだし、自業自得？そんな言い方はないもんです。男は時にコロッと女に騙されちまうもんですよ。ほー、何それ。笠井をコロッと騙した女って誰？マスター、デザートは私と笠井とあとレナさんで。って、あれ？今お帰りになりましたよ。